ネオーリーマン理論は、デビット・レビン、ブライアン・ファイヤー、リチャード・コーン、ヘンリー・クランペンハウアーなどの音楽理論家の著作物内に存在する、比較的厳密ではない観念の集まりである。これらの観念を結びつけるものは、主音への言及を必ずしも必要とせずに、火星を関連づける上で中心となる取り組みである。当初、これらの火星を構成するものは、調三和音と、 単三和音であった。その後、ネオリーマン理論は、標準的な不協和音にも拡張された。火星的に近接しているということは、西部連結の効率という形で、特徴的に表現される。例えば、C メジャーと E マイナーの三和音は、一方からもう一方へ移動するのに、単一の半音移動のみを必要とするため、近接していると言える。近接する和音間の動きは、 単純な変換によって表現される。例えば C メジャーと E マイナーのどちらかの方向の動きは L 変換によって行われる。拡張された和音の進行は火星関係のシステム全体を表す幾何学的平面やマップ上に特徴的に表示される。いまだに合意が欠けている部分はこの理論で最も重要なことは何かという疑問である。 この理論は、シューベルト、リスト、ワーグナー、ブルックナーの作品を含む、高度な半音外主義によって特徴づけられる、高期ロマン主義時代の火星の習慣を分析するときに、しばしば引用される。リーマンの二元論システムの図解、超音階と上下逆の単音階。ネオ・リーマン理論は、フーゴー・リーマンにちなんで名付けられた。 d ーマンは三和音を関連づけるための二元論システムを提唱し、19世紀初期の火星理論家によって採用されたとしても知られる二元論という用語は、超音階と単音階の逆転関係に重点を置き、単三和音は超三和音の逆バージョンとみなされる。この二元論は蒸気の方向転換をもたらすものである。ユトナラティモス参照。 1880年代に、リーマンは、お互いに直接関係する三和音の変換のシステムを提案している。リーマンの観点の復活は、それが最初に着想された二元論的前提から、独立して、デビッド・レビンによって始まり、特に彼の記事アンフォータス、エスプレイヤー2ティ・チャール・アンド・ザ・ローリョブ、ディ・イン・パルジファル、および彼の著作物ジェネラライズド、 ムシカルインターバルズトランスフォーメーションズに現れている。1990年代及び2000年代のその後の発展により、ネオリーマン理論の範囲は大幅に拡大し、基本的な競技への数学的体系化がさらに進み、20世紀のレパートリーや音楽心理学にも浸透した。タンワオンに対する PLR 操作。 三和音に関するネオリーマン理論の主要な変換は異なる種の和音を接続し、それ自体が逆である。これらの変換は純粋に可正的であり、和音間で特定のセーブ連結は必要ない。C メジャーから C マイナーへの動きのすべての例は、音声がどのようにセークに分配されるかに関係なく同じ変換を表す。 三つの変換は三和音の三つの音の一つを移動して異なる三和音を生成する。P が完全5度の間隔を保持すること、L は単三度の間隔を保持すること、R は超三度の間隔を保持することことに注目されたし、基本操作を組み合わせることで二次変換を構築できる。L、P、および R 変換の任意の組み合わせは超三和音と、 炭酸和音では逆に作用する。例えば、R 全 P は C メジャーから炭酸度下がり、A マイナーを介して A メジャーに転置する一方、C マイナーからは炭酸度上がり E メジャーを経由し、E マイナーに転置する。ネオリーマン理論の初期の研究では、これらの変換は、ーブ連結に明確な注意を払う必要はなく、ほぼ調和の取れた方法で扱われた。後に、 コーンは、西部連結の特定の問題について考えると、ネオリーマン理論が自然に現れることを指摘した。例えば、2つの共通の音を共有する2つの3、和音は、蒸気の L、P、R 変換のいずれかによってリンクされている場合にのみ、第3音をリードする段階的な音声で接続できる。ここでは、リーマンの研究のように基本的な理論的仮説ではなく、 ケッチな西部連結への関心の副産物として反転関係の強調が自然に生じることに注意されたし、最近ではドミトリ・ティモチュコはネオリーマンの操作と音声誘導との関係はおおよそのものに過ぎないと主張している。さらにネオリーマン理論の形式は西部連結をやや間接的に扱う。上記で定義したネオリーマン変換は 和音間の各音に対して特定のマッピングを必ずしも必要としない純粋な火星関係である。ダンツは炭酸度、超酸度、完全5度で区切られる場合、線でピッチが接続される。ダンツはトーラスとして解釈され、12個の濃度と24個の三角形を有する。ネオリーマン変換はいくつかの相互関係のある幾何学的構造でモデル化できる。 リーマンのタンツは3つの共和音の間隔に対応する3つの単体軸に沿ったピッチの平面配列である。超三和音と単三和音はタンツの平面をタイル状に結ぶ三角形で表される。辺で隣接する三和音は2つの共通のピッチを共有するため、主要な変換はタンツの最小運動として表される。名前の由来となった理論家とは異なり、 ネオリーマン理論では、典型的に、異名動音は等価であると仮定し、平面的なグラフをトーラスで覆う、ドーナツ型のネオリーマン型タンツ。新しい成長に関する、幾何学は、古典的なタンツの特定の特徴を分離、または拡張するネオリーマン理論で説明される。リチャード・コーンは、ハイパーヘクセターニックシステムを開発し、彼が最大の滑らかさと述べる、別々の、 超三度のサイクル内及びサイクル間の動きについて述べた。別の幾何学図形であるキューブダンスはジャック・ダウスットによって発明された。ダンツの幾何学的相対を特徴として、三和音は三角形ではなく、頂点とし、増三和音を散在させることによりスムーズな音声誘導を可能としている。ネオリーマン理論に関する幾何学的表現の多くは、クリフトンカレンダー。 イアンクイン及びドミトリティモチュコによって研究された連続的な音声誘導空間によってより一般的な枠組みに統合されている。この作品は2004年にカレンダーが3音からなるコードタイプを表すことに焦点を当てた連続空間を記述した。それには1音を別の音にスライドさせる連続的な変換をモデリングする空間が使用される。後にティモチコは カレンダーの空間内のパスが特定のクラスの西部連結と同型であることを示し、ネオリーマン理論のそれらにより密接に類似した空間の一群を開発した。ティモチュコの空間では、点はより一般的なコードタイプではなく、あらゆるサイズの特定のコードを表す。最後に、カレンダー、クイーン、およびティモチュコは、これらと様々な音楽理論的特性を表す。 他の多くの幾何学的空間を接続する統合フレームワークを共に提案した。ハーモニックテーブルノートレイアウト、ハーモニックテーブルノートレイアウトは、このグラフィカルな表現を現代的に実現して音楽インターフェースを作成するものである。プラネットマイナス 4D モデルは、従来のタンツを超球面の表面に埋め込む2011年に、ジルバロワンは、 伝統的なタンツを 4D の長球面を埋め込むプラネットマイナス 4D モデルを提示した。タンツのもう一つの最近の連続的なバージョンはザ・トリー・オブ・フェイゼズであり、これにより、例えば初期のロマンティック音楽でさらに細かい分析が可能になる。ネオリーマン理論家は3つの基本的な LPR 変換の組み合わせとしてコード進行を分析することがよくある。これは、 二つの共通の音を保持する唯一の変換である。したがって C メジャーから E メジャーへの進行は L 全 P として分析される場合がある。これは二つの変換を伴うため二ユニットからなる動きである。これらの距離はー部連結を不完全にしか反映していない。例えば共通音の保存を優先するネオリーマン理論の系統によれば C メジャーは R 全 L によって F メジャーに変換できる一方、C メジャーから F マイナーに移動するには3つの動きが必要である。ただし、半音階的な音声誘導の観点からは、F マイナーは F メジャーよりも C メジャーに近く、F マイナーを C メジャーに変換するのにわずかに半音の動きしか必要ないが、F メジャーを C メジャーに変換するためには3つの半音の動作を取る。 したがって、LPR 変換は、19世紀の火星の基本的な、ルーチンの一つである方法愛信仰の、西部連結の効率を説明することができない。共通音についても、同様の点を指摘できることに注意されたし、ダンツでは、Fm と C メジャーには一つの共通音があり、Em と C メジャーの間には一つもないにも、かかわらず、Fm と Em は両方とも、 C メジャーから3ステップとなる。これらの不一致の根底にあるのは、2つの共通音が共有されている場合、または音声の手動距離の合計が最小の場合に、火星近接が最大化されるかどうかについての考えが異なることである。例えば、R 変換では1つの音が1ステップ移動する。N または S 変換では2つの音が半音単位で移動する。 共通音の最大化が優先される場合、R はより効率的である。個々の音の動きを合計することによって、西部連結の効率が測定される場合、変換は同等に効率的である。初期のネオリーマン理論ではこれら二つの概念が融合させられた。最近の研究ではそれらのもつれを解き、共通音の保存とは無関係に。 西部連結の近接性によって一方的に距離を測定している。したがって、一時変換と二次変換の区別が問題になる。ジャック・ダウスットは、1992年には、R に関連する3和音の間で拡張された3和音を保管することにより、3和音の間で西部連結を行う正確な機械モデルを作成した。ダウスットの図は1998年に、 公開されたが、西部連結のモデルとしてのその優位性は、カレンダー、クイーン、およびティモチコの幾何学的な研究の結果としてかなり、後になって、初めて評価された。実際、キューブダンスとネオーリーマンのダンツの最初の詳細な比較は、ダウスットが最初に彼の姿を発見してから15年以上経過した2009年に行われた。この一連の研究では、 三次変換は、ネオリーマン理論の初期段階で保持していた基本的な状態を失う。西部連結の近接性がもたらす、気化学は中心的な地位を獲得し、変換は特定の種類の標準ルーチンの定義プロパティというより、自己発見を促すラベルとなる。それにもかかわらず、24のリーマン参考変換のすべての可能なセットの中で、L、P、 および R 変換のセットからのメンバーの組み合わせの長さは他のほぼ全ての変換セットよりも西部連結の距離とよりよく相関する。例えば3和音間の変換距離を測定するために L および R 変換のみが使用された場合、上記の例のような変換距離と声の手動距離間の矛盾の数は L、P および R を使用する場合よりもはるかに大きくなる。 この矛盾は一時と二時の変換の区別によって部分的に改善する。三電話音の進行への適用を超えてネオリーマン理論はその後の多くの調査に影響を与えてきた。これらにはこれらの拡張のいくつかはありふれた調整和音感に対して非伝統的な方法で関係を持たせるというネオリーマン理論の懸念を共有している。その他では 特徴的な無調和音に対して、西部連結による近接、または火星変換を適用する、タッチトーンネッツネオリーマンディロンを探求する、インタラクティブなモバイルアプリ、アンドロイド、または iPhone。ありがとうございます。